付近にメタトロンを確認。先に回収に向かいましょう。まず2つの施設を破壊する必要があります。施設の位置はマップで確認してください。マップはスタートボタンで開きます。
ゲートをロックしている施設があります。 敵コマンダータイプを確認。 周囲の機体とパーティーを組む可能性があります。 パーティー? 敵はパーティーを組むとフォーメーション、連携行動により戦闘性能がアップします。 パーティーを組まれると危険です。 その前にコマンダータイプを優先して破壊することをお勧めします。 コマンダータイプをアイコンで示します。 了解。 つるまれたら厄介だ。 消失。サイクロプス撃破。 敵撃破。
取得しました。 エネルギー弾を大量に発射する兵器です。 丸ボタンを押し込む強さの強弱で 弾の拡散範囲が変化します。
してやがったか。エイダ、あのシールドどうにかならないか。敵機の体当たり攻撃をガードすることができればシールドが無効化できるかもしれません。通常のガードは通用しない。何らかの触媒を持てばジェフティのガード能力を引き上げることができます。触媒？ガードに適した板状のものを探してください。そいつを掴んだ状態で奴の体当たりをガードすればいいわけだ。やってみよう。ガードに利用できそうなものが見当たらない。さっきの方法は無理だ。辺りを囲んでいるオレンジ色のフィールドはオービタルフレームを一定時間麻痺させるようです。敵にも効果があるかもしれません。奴をフィールドにぶつけることができれば攻撃の機会が得られるでしょう。やってみよう。反撃のチャンスを作ることができそうです。ギリギリまで引きつけてフィールドの手前でかわしてみる。やつがフィールドに突っ込んで隙ができるかもだ。
イスドライバーを取得しました。敵追尾力に優れた攻撃兵器です。バフラムにいた頃、バイオラだけは敵に回したくないと思ってた。相手は戦闘 AI です。ターゲットが存続している限り追跡はやめません。モデルがバイオラとなりゃなおさらだ。エイダ、ここは民間居住区か。多くの建築物に生体反応があります。嫌な場所に出ちまった。早く出よう。よう、エンレイジ、火星に着いたか。誰だ。ダイモスで会ったテイパーだよ。生きてたのか。奇跡だな。沿岸で AZ 招待の通信をキャッチした。ベクターキャノンを持ったレブ仲間か。そうだ。断崖の施設内部に籠城したまま身動き取れねえらしい。俺はこれからその発信地へ行く。俺もすぐ向かう。おい、ところであんたの任務って。なんだ。テイパー、お前のお仲間じゃないのか。俺たちのだろ。あんたこそ知らねえのか。エイダ、あの連中につなげ。こちらストーム中隊。何考えてる。民間人を巻き込むつもりか。構ってられるか。どうせバシーヤのクズどもだ。なんだと。気が動転してるんだ。エンレジ、助けてやってくれ。くそ。テイパー、保証はしねえぞ。頼む。ストーム中隊、援護する。あんたはおたこだ。抜けすな。エイダ、連合軍と民間建造物どちらを助けますか。どっちもだ。了解。民間人が残っている建造物のダメージ率をレーダーで表示します。完全に破壊される前に敵機をすべて排除してください。また連合軍のレブは有人機です。破壊しないよう注意してください。レブの建物への攻撃をやめさせたい時は、サブウェポンゲイザーでの拘束を提案します。なるほど、ゲイザーで動きを止められるか。エダ、戦闘用にしちゃ手際がいいな。以前のランナーの影響です。さっきのレオってやつか。レオはどんな時でも人の命を尊重しました。お前は惚れた男に合わせるタイプだな。理解不能です。しなくていい。バフラムの無人機を片付ければ騒ぎは収まるだろう。行くぞ。了解しました。を開始します。敵を全て排除しましょう。現在の使用を提案。敵延命を確認。
注意してください。戦闘による周辺の被害増大、注意してください。残り2、建造物損壊率 50% 以上。残り1、敵全機破壊しました。ミッション終了。もっと助けられたはずだ。あの状況下では妥当な数字です。数字がなんだ、大勢死んだことに変わりはねえ。ですがあなたがいなければもっと多くの被害が。気休めのつもりか。なんだ貴様は、我々の戦闘の邪魔をするな。戦闘？連合軍の連中は民間人の殺戮を戦闘って呼ぶのか。バシリアの人間がどうなろうと知るか。奴らはクズだ。民間人だろうが何だろうが、クズはクズだろうが。黙れ！それ以上何か言ったら殺すぞ、クズ野郎。消えろ。エダ、レオに繋いでくれ。了解、レオステンバックに繋ぎます。ディンゴさん、どうしました？レブ隊探しはどうだ？何人かは確保しました。でもアーマーンを攻め込むって聞かないんだ。そう命令されてるんだろ。でもレブじゃバフラムに。好きにさせとけ。白状だぞ、仲間なら。連合軍が仲間？笑わせるな。おい、南側ゲート近くの民間居住区にレブ隊の残党を見つけたんだ。仲間だと思うならピックアップしてやれ。わかりました。エイダ、次はテイパーだ。了解、つなぎます。ヘンリー G、どうだ？最善は尽くした。そっちはエイトヘッドと合流したか？ああ、ベクターキャノンも確認した。だがまずい。どうした？ここの場所がバフラムにバレたかもしれねえ。なんだって？場所どこだ？エアズクリフ海岸沿いのエネルギー施設だ。アーマンへの動力供給をするものらしい。待て、敵機が来た。何？エイダ、あの列車の行き先は？海岸沿いにエアーズクリフを経由し。攻め込む気だ。ペーパー、オービタルフレームを積んだ列車がそっちへ向かってる。何？着く前に破壊する。本当か？どうせ通り道だ。エイダ、列車到着までの予想時間を出してくれ。了解。メタトロンを取得。車両から破壊し、戦闘車両に到達。バーニア制御をセミオートにします。列車到着まであと10分。
サブウェポン、デコイを取得しました。ジェフティの分身を発生させ、敵レーダーを混乱させます。テイパーか、列車を止めた。リンゴ？お前か。火星に到着したわ。ねえ、ベクターキャノンを持ったレブ隊の居場所がこっちにバレてる。ああ、俺も近くまで来てる。私もすぐ行く。ノーマンにバレるぞ。大丈夫よ。今はアーマンの始動準備に夢中だから。俺がいた頃、ノーマンの部隊に連合軍のスパイが紛れ込んでいた。え？何ヶ月もの間、部隊の誰も気づかなかった。俺も含めてな。それで？なのにノーマンだけは見抜いた。なぜかはわからない。その人、どうなったの？さあな。次の日ゴミ箱で左手だけは見つけたぜ。握手した時取れちゃったのかしら。強がるな。冗談でしょ、つまらないけど。違う。お前がノーマンの下で今まで無事だったはずがない。本当に連合軍のスパイならな。だから本当は何者なんだ。信用ないのね。意外だったか。じゃあ言わせてもらうけど、あなたは最後の任務で行方をくらました後何をしていたの？関係ねえ。バフラムに戻ろうと思えば戻れたはずなのに。黙れ。カリストでこそこそ生きていこうと思ったのよ。仲間を見殺しにしてね。黙れ。そんな人間を信用できると思う？お互い様よ。それでも私はあなたを信じてるけど。あ？バフラムにいた頃のあなたの噂は今でも聞く。優秀なランナーだっただけじゃなくて仲間からの人望もあった。ノーマンと渡り合えるのはあなたくらいだったって。だから私はあなたを蘇生してまで利用しようと思ったわけだ。あなたがバフラムに戻ってノーマンを止めていればこんなことにはならなかった。言うだけならいくらでも言えるぜ。私だってお前は人にやらせっぱなしじゃねえか。だから私も火星に来たって言ってるでしょ。テイパーだ、切るぞ。エリージやったか。列車は止めた。そっちはどうだ。エイトヘッド小隊のエリー・ケイトン副長だ。援護感謝する。ああ、怪我人は？重傷はいないが、皆疲弊している。助けてくれ。そこ動くな。連合軍はどいつもこいつも。おい、テイパー。なんだ、もう随分近くまで来てるんだな。さすがに早いな、オービタルフレームは。ああ？胴体が接近してる。あんただろ？いや、俺はまだ。なんだ？戦闘配置だ。引け引け。テイパー、どうした？早い。Ha ha ha!
クターキャノンを入手しました。圧縮空間をも貫通する強力なエネルギー放出が可能ですが、発射までにチャージの時間と大量のサブゲージを消費します。また足を設置している状態でなければ撃つことはできません。注意してください。お見事です。戦闘レベルでは現在のジェフティに倒せる相手ではありませんでした。いい気はしねえよ。バイオラは同じ部隊の仲間だったんだ。相手は戦闘 AI です。こっちは人間だ。バイアロタは戦友だった。無茶をすることもあったが優秀なランナーだった。戦友？おい、どういうことだ。ペイパー、あんたバフラムだったのか。今は違う。今は違う？なんだ？元バフラムが今は連合軍のために戦ってるってのか。だからどうした。嘘だ。あんた本当はバフラムなんだろ。ダイモスでお前を助けただろ。エイトヘッドに案内させるためじゃねえのか。ペイパー、俺はバフラムじゃない。どう信用しろってんだ。今頃ご登場か。ネフティスが来たのね。そいつもあんたの仲間か。え、もう訳が分かんねえ。つけて今。どうした何しやがる。ジェフティ。バイオラ。リンゴ、操縦が効かない。なんだって。 AI に乗っ取られた。どうしたらいいのこれ。リンゴ、ねえ。うるせえ、黙ってろ。エイダ、あの機体の動きを止める。対象機はコントロールが自律戦闘 AI にあるようです。 AI をデリートするしかありません。対象の機体を掴んでいる間は AI のデリート作業が可能です。わかった、掴めばいいんだな。リンゴ、どうしたら。せ、敵 AI の消去状況をモニターに表示します。なんとか機体を掴む。 AI の消去は頼んだぞ。了解。バイオラ、今度こそ最後だ。行くよ。機体を掴んでください。 AI デリート。助けて。
ノーマンが作った音量だ。くそ。AI デリート完了。こいつはただのプログラムだ。所詮は命令を実行することしかできねえ。その通りです。プログラムに命令を超えることはできません。情けねえ。ケン、いつ爆発するかわからねえ。ここを出るぞ。ちょっと待って、私 AI なしで操縦なんてしたことないわ。ざまねえな。なんだ、近頃のランナーは自分で機体制御もできねえのか。いいから助けて。人には散々偉そうにしやがって。リンゴ、ごめんなさいって言ってみろ。頼りっぱなしでごめんなさいってな。絶対言わない。じゃあ自力で頑張れ。おい、ケン。まったく。ケン、どこだ、ケン。変なもの使うな。便利よ、あげるわ。チャブウェポン、ウィスプのデバイスドライバーを取得しました。私が落ちそうになったらこれで捕まえて、遠くの敵を引き寄せることもできるわ。やった、掴んで一番上まで連れてってやる。行くぞ。